皆さんおはようございまーす。瀬長島。来ました。さっきツイッターでライブ配信したとき違う島の名前言っちゃった。<laughs> 来ました。バイバイ。帽子かわいい。<laughs> さっきね、あの、お友達ができたんですよ。4歳の女の子とお友達になりました。<laughs> はい。瀬長島来ます。瀬長島で。合ってんのかな来ました、来ました。えっ、ー、と、今日ここに一泊して、明日、いよいよもう帰りますね。見てください。雲一つない。青い空と青い海。勝ったね、これ。<laughs> 水ね、ちょっと冷たいんですけどね、さっきから入ってるのでね、慣れました。そろそろ、あれかな、あの、今日、 組空港に到着するんじゃないかな10時半から11時半ぐらいにみんな続々と沖縄入りをする感じですやっぱり綺麗ですねいや本当にそうねこのねしかもね見てほしいですけどいやーよいしょ海藻がねわかりますなんかにうわおうい偽物っぽくないですかなんかビニールが浮いてるみたいなこのなんだろう 海藻までもがなんか透明みたいなこれ食べられそういい感じであの塩味で食べれんじゃないこれ <laughs> いや気持ちいいですねえっ、ー、と今日、えー、とここで夜は田村さんとバーベキューですねはいなんか向こう側ちょっとょ岩場になってるなってるんですけどね子供たちが何かがいるって騒いでるんですよ <laughs> 私全然あの大人一人でここに今チャプチャプしてるんですけど、ちょっと行ってみたいと思います。ちなみにですね。ええー、と、昨日まで泊まっていた那覇のホテルからはえっ、ー、とサロン <laughs> のぶさん食べ食べます。お土産で持って帰りましょうか。えー、のサロンメンバーさんにね。車で送っていただいたんですけど、今国際通りにね。ランチを食べに。 行ってししままいました <laughs> 本当はねランチあの朝ごはんも今日誘ってもらってでもなんかあのスーツケースね詰めたりしなきゃいけないからっていうのでちょっとあのまたの機会にって言ったら今度ランチ誘ってくれて、ね、でもあの海でバシャバシャしたいんでって言ってもうなんかなんだろう別にコミュ障じゃないんですよコミュ障じゃないんだけどだかそランチも、えー、とお断りをして今一人でバシャバシャしてます。 これこのままもうあれかな水の中歩いていけるかななんかノブさんモルックがなんかいい感じに盛り上がってますねよいしょモルックが私はいまだにあの投げるやつ一本しか持ってないんですけどあなんかおうわあちなみに今日今履いているこの B さん的なやつなんだっけわら B わらチだっけなんだっけ ワラビーはどうですかあのこれこれはサロンメンバーさんが作ってくれたやつですねを持ってきて履いております私の私物木にんかすげえ遠くに置きっぱなしになっちゃってけど大丈夫かななんか何かがいるらしいのでえっ、ー、と行ってみたいと思いますさっきねビーチでもね女の子と仲良くなったんですけど向こうに子供がいるんでねあのお友達になってこようかなと。 思いますでもどうかな親一緒だな話してくれるからいやめっちゃ綺麗わかりますかこれもう水あっあなんかいるねなんかいるじゃんねいるけど私がバシャバシャ歩くからさみんな逃げていく一瞬であーおお吐きたいおおぜひぜひなんか 走れるサンダルみたいな感じで売りにしているらしいんですけど、私これ履いて代々木公園で鬼ごっこしたら、あの、死にましたね。<laughs> 足痛くなっちゃって。<laughs> あの、子供と鬼ごっこするには向いていないかもしれないです。え、全然どこまででも行けちゃうんだけど、モルックダンスも楽しみ。あ、モルックダンスね、あれ結局ごめんなさいね、なんか私、中途半端に動画を投げてしまって、なんかすごい申し訳なかったんですけど、 その後いかがでしょうあいるよなんかほらああほら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 って言っても分かんないよねゆっくり近づいたら映るかなああ逃げちゃう逃げちゃうああ待ってねあジメピージメピヤッホー今ね大人が一人で海で遊んでんの <laughs> ああ魚いたんだけどさー ちょっとお届けできないかな私がガサツに歩くから逃げちゃうんだよね。ふふ。うん。いやーにしても綺麗くない青い空。雲一つない。やっぽー。<laughs> 雲一つない。そして青い海。いや、最高でしょ。いやーなんかね、今日は本当はもうどこにも出かけないで、 もう部屋で温泉入って部屋でゆっくりして夜バーベキューに備えようみたいな感じで思ってたんだけど、こんだけさ天気が良かったらさ太陽を浴びないともったいないじゃん。あちなみに太陽を浴びると人間はねビタミン D が生成されるんですよ。あちょっと真面目なトーク。ああのカメもそうなんですってカメもねあの晴れてる日にあいた,いた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 ちょっと待ってちょっと待っていた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 ,いたこれ,寄れるのかな。 あいなくなっちゃったいるんですよおほらほらほらあほらって言ってカメラ向けたらさいなくなるあ <laughs> 皆さんもう青い空青い海赤い女いや本当にいに私キジムナだと思いますよ今きジムナだと思われてると思う子供たちに。 <laughs> 髪の毛赤いあの妖精守り神んだっけあいっぱいいるんだけどなちっちゃいのこれ捕まえられたら最高だけどなカメラで撮ることさえできないから捕まえられないよねいやー最高あそうなんだっけ何の話してたっけあキジムナキジムナはなんだっけあのマングローブじゃなくてえっ、ー、とだっけ えっと、木の、木の妖精みたいな感じね。えっ、ー、と、なんだっけ。<laughs> 妖精。自分で自分を妖精っていうっていうね。大丈夫。サロン内には自分のことを女神って呼んでる人がいるから。<laughs> 同じ感じ。<laughs> おう、ね、ういほらほらほら。なんかさ、歩くとさ、逃げていく。まあ当たり前か。 いるんだけどなぁみんな魚見れました魚じゃなかったらごめんなさいねなんかでも生き物がいるんですよめっちゃいっぱいいる本当にいっぱいいるいっぱいいるのになんかカメラでうまく写せないあそうてキジムナはえー、っとなんだっけえー、っとほらシャーってシャーってなってる <laughs> 木の妖精ですよでだけどねおならをするとね あの友達になってくれないんですってだからみんなおならは我慢してください。<laughs> おならは我慢です。はい。ああ、あそうでさっきカメの話してたね。カメはですね、えっ、ー、と晴れてる日に岩場でコーラを乾かすんですよ。でね、日の光を浴びてそのカメもね、まあ光合成っていうかあの太陽の光をコーラに当ててえっ、ー、とビタミン D を作って で、えっ、ー、と顔コーラを固くしていくんですって。はい、この間のマングローブを探検した時にあ、マングローブあ、そうマングローブを探検した時にあのコーディネーターさんっていうんですか？あのガイドさんが教えてくれた情報です。インプットしたからアウトプットしました。以上です。<laughs> 10分経ったかな？みんなどうですか？私の撮り方と喋りが下手くそすぎて。ああれはね。なんかね。 瀬長島のなんちゃら岩ですなんか安山って言ってたかな <laughs> 情報が中途半端 <laughs> なんかそんな感じの岩だそうです後で近く行って写真撮ってこようかなすんげえ荷物から遠ざかっちゃったな大丈夫かなあサップしてる人ああなっちゃーんあガジュマルよガジュマルそう誰ありがとうキジムナはガジュマルに住む妖精ですよねそうですそうですそうガジュマルって言いたかった 始まるって言いたかったのに、マングローブしか出てなかった。<laughs> ありがとうございます。今瀬長島に来ております。昨日からね、昨日今日で二日間バーベキューやってて、私は今日のメンバーなので、えっ、ー、と昨日までは別のところに泊まっていて、えっ、ー、と今日今さっきサロメバさんに送っていただいて島に入りました。でみんなあのランチに行っちゃったんですけど、私はランチより海を取りました。<laughs> 大人が一人でチャプチャップしております。<laughs> はい、これをちょこっとだけにお裾分けをしたら配信終わろうかなと誰がいるわけでもないのでねあのお魚さんがいるぐらいなので <laughs>、はい、終わあそう飛行機さこんな低いところ飛ぶのすごいよね手伸ばしたら届きそうじゃない <laughs> 届かないか。の <laughs> で私ラッシュガードをね持ってきてるからさっきツイッターの配信でも言ったんですけどバーベキューした時に下にねラッシュガード着込んどいたらあの。 海入れんじゃねっていう、あの、すっごい海かじテラスで食べればいい、海かじ、ああ、ランチをね、あのね、そうなんですけど、私実はね、その、ずっとこっち来てから毎日自炊をしてましてですね、で、そのアパートを今日出てくるにあたって、冷蔵庫の中身を空にしたくって、あの、朝ごはんを作っただけではね、ちょっと食材が余ったんですよ。なのであのであ なんで、お弁当作ってきたの <laughs> お弁当作ってきたんだけどさ、あの、間違えてさ、スーツケースの方にお箸を入れちゃったからさ、どうしようって感じ。手で食べるどうしようか。<laughs> って思ってます。夕方の着陸シーン、夕日と飛行機見えて素敵を。ああ、なるほどね。それ、ちょっと、あの、写真か動画に収めときます。今日絶対サンセット綺麗だから。あの、明日、今日も、明日も晴れ予報なんですよ。そう。なので、 あの、多分いいサンセットが取れると思います。いや勝ったでしょう。これ勝ったよね。うん。いや本当はね。あの美ら海水族館でえっ、ー、と飲み会だった。予定がなくなって、ホエールウォッチングに変更になってまあ、コロナでね。ダメってなってなったんですけど、えっ、ー、と今度は <laughs> あのー？ コエルウォッチングは天候不良で船が出せないってなっちゃってあのバーーベキューのみになりました <laughs> 沖縄にバーベキューをしに来るってさバーベキュー東京でもできるじゃんって話なんですけど <laughs> まあでも素敵なねこの海とサンセットとでバーベキューっていうのでめちゃくちゃ最高ですねそれが東京では絶対にできない感じですねそうそれ え、箸なし。そう、箸ない。いや、あるんだよ。あるんだけど、なんか、スーツケースに入れちゃった。なも考えてなかった。<laughs> やっちまった。まあ、だから、なんだろう。まあ、荷物預けちゃったけど、ホテルまで取りに戻ればね。で、スーツケースちょっと開けさせてもらったらいいだけの話なんですけど、誰かなんか割り箸くんないかな。あ、この辺のサンゴで食べるサンゴで食べれないよね。ははは。 あーどうしよう <laughs> あ。ちなみになんかね、あの、こんにゃく麺で作った、あれです。なんか焼きうどん的な感じのを作ったんです。お弁当にね、作って、持ってきたんですよ。バーベキューだといや、そうですよ、のぶさん。バーベキューです。10万円のバーベキューですよ。<laughs> 高っ <laughs> 返金してくれるのかな船が出ない分って返金してくれるのかなよくわかんないですけど、参加費ね、10万円で美ら海を貸し切る予定が、ホエールウォッチングに変更になって、えー、バーベキューのみになっちゃったんですよ。 なんてこったいあ魚いたと思ったけどやっぱりカメラ向ける間にどっか行っちゃうんだよね熱っそうですなんかねでもね結構高級なねお肉とかも用意してくださっているのとあとそのフォエルウォッチングの船の上で食べる予定だった軽食みたいなのとかも出してくれるこっちのバーベキューにジョインする感じらしくてですねもうあの思うんですけど多分フードファイトですね。フフードファイト <laughs> 今日の夜はね、フードファイトです <laughs>。飲んで食って、もう明日多分二日酔いだと思うので、明日の朝のね、えー、とストレッチズームのチケット、販売はね、しておりません <laughs>。なんですけど、もしも、ま、万が一元気だった場合は、あのライブ配信でストレッチしようかな、朝日さ、これ、登ってくるね、朝日とともにライブ配信でストレッチとか、絶対いい映画撮れると思うんですよ。 <laughs> 絵を撮ることしか考えてない <laughs> なのであ待ってなんかいるあ違うかあ,あ違うな違かったごめんなさい魚じゃない別の生き物を発見したと思ったんだけどなんかちょっと違うっぽいいやめっちゃ気持ちいい永遠遊べるんだけどどうしよう大人で一人で遊んでるの私しかいない <laughs> どうすかな 空見てあ向こうちょっと雲あるのかでもここら辺雲一つないそして青い海透明度の高い海サロメパサが作ってくれたビーチサンダルーですうんいい感じはいではこんな感じで終わろうかなう岩場歩くのむずいな転びそう水の中の方がいいね この後の予定はですね、私はね、えっと、みんなが、えっと、観光に他の、今日着くサロンメンバーさんたちが観光に出ている間に温泉に一人で使ろうかと思っているんですが、なんかどっか近場一箇所ぐらいは、なんか、 そっちの観光ツアー組にジョインしてもいいのかななんて思ってますでも夕方多分ね前いっぱいみんな遊んで帰ってきてバーベキューに参加すると思うんですよ私そこまで遊ばなくていいかなってもうね11泊目なんで思っているのでできればね1人でこうやってチャプチャプしてる方が楽しいですあコミュ障ではないです <laughs> 海が好きです、はあ、いやーこれねダイビングとかシュノーケルだな今日ぐらいだったらシュノーケルでいいよねこれぐらいだったらね 波どうなのかなはい。ということで、あ、なっちゃん、楽しんで、ありがとうございます。もうね、一人で楽しんでますへへ。あれだな、ショートパンツに履き替えたいな。いや、東京だったらさ、ショートパンツなんて履かないよね。<laughs> 足出せないもんね。こっち来てから暑い日は全然もう露出しまくりです。はい。ということで、ちょっと戻ったら、カメラ止めましょう、ね。 じゃあと逆にしてみようかうんいやはいこのさもうマスクもさ絶対いらないと思うんですよ膝ぐらいまで今私ね使っちゃってます <laughs> ねいらないよねゴツゴツごつごつしてるんです下岩と。 なんか海藻とサンゴとゴツゴツしておりますあと1分ぐらいで終わりにします私の顔じゃない方がいいかよし 綺麗ですねこの偽物みたいなビニールみたいな海藻 <laughs> ビニールみたいなあっこっちまで来ると水温めっちゃあったかいよいしょああはいということでさっきね世良島とか言っちゃったツイッターの時背中島ですね背中島からの配信でした。 もしなんかいい感じで動画撮れたら動画撮りますねこの後も賛成とッあとも配信するかでもさ誰かしら配信するよねって思うんだ私がしなくても <laughs> はいということで青い海と青い空お届けしました終わりにしますご視聴ありがとうございましたバイバーイどうやって終わるんだっけ